北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて始まりました、この番組、はい、北野しおりのリアルドライは、人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレというジャンルについてあえてラジオでお伝えしていこうという企画された番組です。それではまずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。皆さん改めまして北野しおりです。千葉県出身で現在は大学で服飾の勉強をしながら、週末はセリナというコスプレネームでコスプレイヤーとして活動しています。私のコスプレの活動の様子はツイッターのアットマーク SHIORIN523 にたくさん載せてるので、はい、よかったらそちらもチェックしてみてください、はい、でこの、ね、ツイッターの方で、はい、あの前回ね冒頭でお話しさせていただいたネイルの方もですね、はい、写真あの上げておりますので、私生活のこととかで、ね、載せてます、はい、なのでぜひ皆さんそちらもねぜひ見ていただければなと思います、はい、お願いします。はいはい、皆さん佐藤美久です、普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優度という番組出演中です。そしてネット放送でピンクのウィッグに青の丸メガネ、カタカナ佐藤ミトに扮して、ゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております、うん、私の情報は公式ブログやツイッターなどをチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を進めてまいりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず一つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナー、イエーイ、イエイ。このコーナーは私佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードのトレンドについて勝手に潜入し、その様子や、うん、編成について毎月リポートしていくというコーナーです。ちなみに乙女ロードを簡単に説明させていただきますと、東京池袋のサンシャイン60の西側の通りのことを言います、うん、お店のほとんどは中古品を扱うお店が多いです。お店ごとにジャンル別に分かれております。中には激レアグッズ、ね、などあったりしますので、ぜひ一度立ち寄ってみてください。さて前回残念ながらお店の棚卸しタイミングでこのコーナーでご紹介できなかったお店がなんとリニューアルしておりました。私が訪れた日がちょうど連休の初日でして、そして年末に向けてなのか分かりませんが、超お宝セールというフェアもしておられ、店内はプチパニックでした。はい、そんな中入ってすぐ今まで出てなかったアニメのグッズなどがあって、その中で私がですね今最近気になっております、でそして DVD をね借りたこともあるアニメバナナフィッシュのですねグッズが出ておりまして、おってねちょっと私も思いました。流行ってますよね。そうなんですよ、うん、話題になってる、すごい、はい、でその後ですね、BL の同人や、漫画の店舗に行かせていただきました。棚卸後ということもあっていろいろな商品が増えてるなというふうに感じました。いろいろ見てる中で私が好きな BL 漫画作家さんの同人誌があったり、うん、自分の中ではなかなかレアなものだったので思わず買ってしまいました。熱い、熱いね。はい、今回で3回目ですが、毎回いろいろな、お店のレイアウトの変化をですねリサーチする楽しみと個人的なねあのコレクションの充実につながるコーナー、私佐藤美久的にはずっと続いてほしいなというふうに思っておりますので、はい、皆様どうぞよろしくお願いしておきます。いや今後もね美久ちゃんのこの乙女ロードの報告を楽しみにしてます。そうなのよ、意外とね変わるの、あの売られてるものがすごい楽しそ う, そうすごい楽しいだろ、すごい楽しそう毎月の楽しみでございます、うん、はい、ではですね、以上乙女ロードナウのコーナーでした。続いてのコーナーはしおりのレイヤーあるあるのコーナー、イエーイ。このコーナーは現役人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんの独断と偏見でコスプレイヤーいわゆるレイヤーさんならではのあるあるを紹介して、レイヤーさん思わず苦笑いとうなずき、我々一般人ははてなマークになってしまうかもです。それでは早速ね、しおりちゃんにお話し、していただきたいなというふうに思います。はいはい、私この前気づいたんですけど、はい、レイヤーさんってみんな自撮り好きだなみたいな。あ、そうなんだ、うん、自撮りってなんか自分で写メ撮る、自画撮り画像のことなんですけど、みんなめっちゃ自撮り好きなんですよ。なんかコスプレの
イベント会場行ってもまず自撮りするし、普通に撮影する前に自撮り大会っていうかのが始まるの。そうそう、しかもなんだろう、まあ、みんな基本自撮り好きなんだけど、うん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 、なんか前回の放送でなんか、うんうんうん、イベントの場所取り必死みたいな話じゃないですか。はいはいはい、ありましたね。それと一緒で自撮りも光源のあってなんか光のいいところを探すんだよね、はいはい、自撮りのためだけに。確かにそれはでも私もあるから。本当に本当に結構こうブログとかでね、はい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 、あの写真自撮りをね載せさせていただいてるけども、そうそう、光大事だよ、光大事だなって私も思う。光の角度とか入り具合とか光の柔らかさとかなんか、なるほどね。だんだんなんかコスプレ始めると自撮りのこだわりがすごいうるさくなる。なんかこういうとこで自撮りしたいなみたいな。じゃ一般のこうね自撮り好きな子たちよりかは結構こだわり強い、そう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 、方々が多い。だからなんか一般の子たちの自撮りする時の、うん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 、する時とそのレイヤー同士で自撮りする時、うん、テンションとかいろいろなんかこう情熱のかけ方が違うから、こここうした方がいい、そう、ギャップを感じる。はあ、そうなんだ。そうそう、なんかびっくり。みんな多分レイヤーさんほとんどそうだと思うんだけど、うん、アプリで撮るんだよね、自撮りアプリ。はい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 、ちょっと漏れるアプリ、うんうん、あるね、あるんだけど、うんうんうん、普通の子とかが、うん、あの普通のカメラ、普通の iPhone の、ああ、なんか内蔵されてるカメラね、うちカメラとかで撮り始めると、うん、え、肌加工されないじゃんみたいな、そういうことがねこの前あって。なるほど。こんな自撮りになんやかんやわわ言ってんのって、うんうんうん、もしかしてレイヤーだけ、レイヤーが特にうるさいかもって思う。へー。そうで、なんか撮った写真とかも、うん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 、まあ、もちろんさっきアプリ使ってたけど、うん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 、アプリって加工されるんですよ、はいはい、肌の加工。そうそうだ、ね、そうだね、あれをまあアプリだけで足りればいいんだけど、アプリだけで足りないと、うん、あの自分で加工し始めるからね、修正っていうか加工というか、うん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 、まあ、加工って言うんですけど、修正じゃなくて加工って言うの。そう、なんか、まあ、普通やってることは修正なんだけど、うん、修正って言い方しないかも、加工、加えるってことね、漢字のままね、本当に。そう、修正はさ、なんか加えて工事するってことだけど、そうそう、自然になんかこう悪いとこ直すって感じで、加工はなんか結構いじくり回すってイメージ。あ、そうなんだ。そうそうそう。そのあの例えば、うん、コスプレ、あの衣装着てない状態、普段の、うん、例えば自撮りってなると、うん、それもやっぱこだわりはあるの。うん、やっぱそのこだわりは根強く残ってるなみたいな。普段撮るのもこだわりは強いんだ。そうそう、私家の中なんか、うんうんうん、髪型とか漏れたかなって思って自撮り結構するんですけど、うん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 、家の中でもめっちゃなんか光回るとこ携帯持ってうろちょろうろちょろしてるの。どこがいいかなみたいな。そうなんだ。そうそう、窓開けた方がいいかなとかめっちゃやるもん。なるほどね。そうそうそう。ちなみにお家の中でどこが一番漏れるんですか、うん、お家の中は時間帯によるんですけど。あ、なるほどね。窓から光入るときは、うん、まあ、窓開けて窓の前が漏れてる。それ以外は、まあ、蛍光灯の下、ベッドの上、あのベッドのベッドカバー白いから、それが反射して意外に漏れると思う。これコスプレしてなかったらここまで気づけなかったと思う、うん、なんとなくここ漏れるなみたいな。あ、なるほどね。そうだから、なんか会場とか、うん、こう、まあ、出先でイベントとかに自撮りするときに、うん、やっぱ光源さっき大事って言ったじゃないですか、うんうんうん、光源ない時があるから、はいはい、そうだよね。その時には自撮りライトっていう道具があるんですよ。え、これあのこうスマホとかにこう、そうそう、挟むやつ。そうそう、持ち歩きできて、あ、まあ、電池とか充電とかいろいろ、まあ、うんうんうん、いろんなので動くんだけど、それ持ち歩いて自撮りするぐらい。なるほどね。それはやっぱ夜とかも結構使える感じ。そうそうそう、夜とかなんとなく薄暗いとことか。はい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 、必須。そう、私絶対持ち歩くかも。ないと死んじゃう。困っちゃう。困っちゃうね。やばいやばいってなる。うんうん、でその、うん、まあ、修正ではなく加工ということで、うん、あのその加工に費やす時間ってやっぱ結構あるの、うん、あ、いや自撮りとかだったら全然なんかピピッと、うんうんうん、手元ですぐ、まあ、5分ぐらいできると思う。なんかみんなね結構顔のコンプレックスとかあるから。あ、そうなん、まあ、肌もそうだし、はいはいはい、コンプレックスとかに結構敏感。なんかコスプレってもともと二次元じゃん、うん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 、二次元ってみんな美しい、そこそこめっちゃ美しいじゃん。そうだね。だそれに反するから、ね、そうだね、なんだろう、それにこう近づけるためってことでしょ。そうそうそう、三、うんうん、次元とのギャップを、まあ、アプリで潰していくみたいな。こう本当に加工でアニメに
近づける。あ、そう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 、3次元ではなくて2次元にこう、時間をかけるってことね。そうそう、なんか自撮りも加工するし、あ、まあ、普通のイベントとかで撮ってもらった写真とかもカメラマンさんに、うんうん、あのちゃんといいカメラで写真も加工とかする。あ、そうなんだ。そう、そっか。で、結構こう、うん、あの、まあ、加工とかさ、うん、やっぱ顔がちょっと変わるわけじゃない。変わるね。例えばこうカメラマンさんとかがこう、うん、例えば何だろうな、こう嫌がるじゃないけど、はい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 、例えばえ、要はカメラマンさんが撮った画像を例えば加工はするの？あ、するするけど、するんだ。なんだろう、なんかね、カメラマンさんってやっぱり一生懸命撮ってるわけじゃん。うんうんうん、写真を、そうだよね、その一瞬を、うん、そうだよね、一生懸命切り取ってるわけだから、うん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 、なんかスマートフォンとかで加工すると画質めっちゃ下がるんですよ。そう、はいはい、カメラマンさんとかはスマホで加工するの、一眼で撮ってるから。そうそう、せっかくこんな綺麗に撮ってもらったのに加工しちゃうと落ちちゃうってことね。そう、画質ガラガラに仕上がってみたいな。だからカメラマンさん結構スマホで加工するの嫌がるイメージ、うん、あ、そっか。それを例えばこうツイッターとかに上げられるとちょっとうんって思っちゃうってこと？まあカメラマンさん、みんながみんなそうじゃないと思うけど、まあうってなっちゃう。まあちょっと物議を醸す、撮ったのにっていう。そうそうそう、SNS 上でね、議論が始まっちゃう。なんか学級会みたいになっちゃうから。学級会？学級会ちょっと待って、何学級、まあ、学校学校、そう、まあ、これはちょっと新しいワードなんで。これは何、学級会と、まあなんか意見交換、 SNS 上の意見交換。じゃあそれはちょっとまたね、そう、次回ね、また深くいつか触れましょう。そうだね、そうでもなんだろう、なんかやっぱりスマートフォンで加工を、うん、まあ避けた方がいいとは言うけど、うん、やっぱりみんな自分の顔にコンプレックスあるから、はい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 、スマートフォンじゃなくてもパソコンで加工したりとか。へえ、そう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 、フォトショップとか。はー、なるほど。入れる入れる。だからなんかレイヤーの人ってね、うんうん、普通の人よりもあの顔の各パーツに結構こだわりとかある人多い気がする。あ、ちなみにしおりちゃんどこのパーツすごいこだわります？私目と眉毛かも。あと輪郭、輪郭、輪郭、ね、輪郭、はあ、なるほど。顔の長さ短さみたいな。へー、だからなんかコスプレイヤーの友達とかと、いや、このモデルさんめっちゃ可愛いよねって話す時とかも、あ、コスプレしてる、ね、この鼻めっちゃ可愛いみたいな、そういうなんか詳細な褒め方とかしちゃう。あ、もう結構よくある、ね、あるあるだなって思う。あ、これもこれこそあるある、ある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 。そうなんだ。そう、顔の造形にね結構詳細に語れると思う、みんな。で、例えばね、うん、あのこう、SNS 上で、うんうん、例えばあこの人と知り合いたいなっていうふうにね、はいはい、ある場合があるじゃない、うん、でさ、あのこうコスプレのね画像を見てて、うん、大体やっぱ加工されてる、加工済みですね、されてるわけじゃない。で、例えばその人と出会う、うん、例えばじゃあ次の、イベントに会いましょうって、生身の、あ、そう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 、ご対面みたいな、うんうん、そういう時って、うん、あ、出会えるの？あ、なんかね、これも結構ね人によって加工具合が違う、別人具合が、みんながみんな別人ってわけじゃない。あ、はい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 、ちょっと綺麗にするぐらいの人もいるし、うん、マジ別人みたいな人もいるの。本当にマジマジ別人、マジのマジ。会うにはどうしたらいいの？いや本当、あの手がかりをなんか、あ、ウィッグ似てる気がするみたいな、ウィッグの色味こんな感じな気がする、あ、あの私物のバッグこれな気がするとか、あ、まあ、最終的には、え、何々さんですかって尋ねる。もう聞く、聞く、ね、そう、それが一番正解。私それね間違えたことあるけどね。あ、そうだよね、あるよね、失礼失礼失礼みたいな、ごめんなさいごめんなさいみたいな。いや、結構でもそういうことありますか、他のレイヤーさんも。あ、あ、私が間違えられたこともある。あ、逆に、ね、何々さんですか、え、違いますみたいな。そう、結構あるあるだし、うん、まあ、これはね難しい問題難しい問題。そっか、なるほど、ね、写真の人物は実在しませんって人もいるから、え、あの加工がひどすぎ、あ、加工が強すぎて、加工の癖が強すぎて、なるほど、画像の人物は結構こう人間違いあるあるみたいな、ね、そう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 、なるほど、そっか、結構ある。加工っていうのはすごいコスプレイヤーさんにとってはすごい大事な作業、大事、うん、作業っていうのかな、大事な工程、うん、工程ね、加工一回通すみたいな、うん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 、なるほどね、うん、今回もねたくさんのあるあるを、はい、お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、今月の塩ミクランキングのコーナー、イエイ。
イエーイ。改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ、担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております。さて続いてのコーナーは今月のしおみくランキング、うん、人気の可愛いキャラクターのコスプレ衣装に身を包みながらファンを獲得している、しおりちゃんと一応誠実というキャラでいろいろなお役をいただいている私佐藤美久が毎回ランキング形式で人気のスイーツなどについて、ガチリアルにもしかしたらちょっとだけドライにコメントをしていくというコーナーです。あらかじめ申し上げておきますが、結果的に、私たち2人のコメントがリアルドライ、うん、塩ランキングになったらごめんなさい。ごめんなさい、はい、さて今回は皆さんご存知のうまい棒の中でもこれはというものをですね、3種類、ご用意していただきましたので。なるほど、はい、それではちょっとね時間もないので、はい、早速いただきたいと思います。はい、じゃ最初に照り焼きバーガー味っていうのを食べようと思います。じゃあしおりちゃんからいただいちゃってください。はい、これね、でもすごい照り焼きの匂いする。よし、じゃあ私もじゃあね、おいしい、どうですかお味は。醤油と砂糖の味がします。醤油と砂糖の味。照り焼き、照り焼き、あー、照り焼きバーガーはちょっとわかんない。じゃあ私もいただきます。照り焼きの味するよ、結構。なんか照り焼きとなんだろう、ソースの味が結構強め、うん、かな。照り焼きバーガーをね普段あんま食べないからちょっとまさかのねあ、でもなんかソースが強いかな。照り焼きっていうかはソース、パンの味はしない。パンの味はそうね、バンバンズの味はしない、まあ、そうね続いてみくちゃん。あ、はい、じゃあ何を食べます。なんと納豆味です。なるほど、はい、じゃあ食べていこうと思います。パッケージね可愛いですよね、うまいもん。そうなんですよ、一個一個ね。私このうまいもんっていうキャラクターめっちゃ好き。なんか可愛い、うん、愛らしい。じゃあ私もいただきます。納豆、これはねめちゃくちゃ納豆わやばいね、あのさ匂いがね、まず納豆のネバネバの匂いする。もうね食べてる感じもネバネバしてます。あの納豆いるあーなんかで、これね納豆嫌いな人は食べれないと思う。確かに、ね、すごい苦手だと思う。これはなんか大豆の味感じるかも、うん、でもすごい納豆大好きだから、うん、すごい好きですじゃあ3本目ですね。3本目何ですか。たこ焼き味っていうのに行きたいと思います。結構これは定番っていうかメジャー、うん、好きかな。たこ焼き屋さんでね昔働いてたんで。そうなんだ、はあ、全然関係ないんですけど初耳じゃあいただきます。はい、いい音いい音だなどうですか。うん、じゃあ私もですねいただきます。あのソースの味と、うん、ソースの味が結構するんだけど青のりがね結構効いてますよ。これ懐かしい懐かしい懐かしい。本当に久々に食べたんですよ、あのうまい棒。うまい棒私はねたまに食べる。あ、そうなんだ。あのパンチして4つに割って食べる家で。あ、普通の食べ方だね。普通の食べ方。やっぱねたこ焼き味はあのやっぱ昔と変わらず、変わらずソースのね味がすっごい美味しいんですよ。これたこ焼きももちろん味するけど、あのすごいソースの味がねめちゃくちゃ私は好きです。はい、コーツつけがたい結果と。そうだね。ではですね、あのちょっとねランキングをね一品ずつね、はい、理由もつけて発表したいと思います。はい、ではまず第3位、私からじゃあ発表させていただきます。はい、どうぞ。照り焼きバーガー味でございます。うーん、まああのもうちょっと照り焼き感欲しかったかな、うん、っていう感じです。はい、じゃあ私の第3位はですね、はい、私の第3位は納豆。あー、そうですか。納豆ですね。はい、なんだろう、なんかネチョネチョ感、あのスナックはサクサクしてるのに、うん、なんか味からなんかネチョネチョ感、まったりした味がした。スナックって結構味濃いイメージだけど、うんうん、では私の第2位、2位たこ焼き味でございます。うーん、やっぱりね、うん、でも好きなんですけど、やっぱ、うん、あの第1位にはかなわない、かなわないかなって思っちゃう私の第2位は、はい、照り焼きバーガー味。ああ、そうですか。なんだろう、無難でした無難、なるほど、うん、無難の2位。なるほど、無難の2位無難の2位。ではじゃあ私佐藤美久第1位、納豆味です。そうきたかいやね、いや美味しいの、癖強くない、癖強いのがいいの、この納豆感が好きです、うん、納豆私米と食べたいなやっぱりなるほど、じゃあしおりちゃん1位。はい、私の第1位はたこ焼き味です。なんかスナックってやっぱ
私は味の濃さを求めるから、うん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 、このソース味ガツンときた感じと青のりがやっぱ一番イケてたのみたいな、はい、個人的にはありがとうございます。ありがとうございます、はい、皆さんいかがだったでしょうか。ではですね、以上今月の塩ミックランキングのコーナーでした、はい、ロードツーブルガリアのコーナー。このコーナーは企画会議でリアル目標に向かって進んでいく姿を番組のコーナーとして追っかけ毎月リポートしていけば我々2人が頑張ってる姿に共感いただけると考えられたコーナーです、はい、でなんでロード2ブルガリアなのかと言いますと、毎年ブルガリアでコスプレを中心としたジャパンフェスをやっているらしく、うん、無謀にもそのフェスに私2人で参加するため、とりあえず現状本当にブルガリアに行けるかどうかも全く決まってはいませんが、はい、あのまずは勉強ということでブルガリアですね、あの勉強ねさせていただこうと思います。はい、勉強大事、はい、そして、今回はちょっとだけブルガリアについて勉強した私佐藤美久がですね、しおりちゃんにクイズをね出していこうかなというふうに思います。、はいはい、ラジオをねお聞きの皆様もご一緒にお考えください。では参ります、はい、第1問。日本からブルガリアまで約9000キロだそうです、はい、さてこの距離9000キロは日本からアメリカのロサンゼルスまでとどちらが近いでしょう。ロサンゼルス。お、なぜ。なんか飛行機とか行きやすいから結構適当です。結構適当。じゃあ答えですね、はい、ロサンゼルスまでは8800キロメートルで、はい、近いのはロサンゼルス。ちなみに同じような距離としてはドイツのベルリンまでが8900キロメートルです。はい、はい、では第2問、はい、ブルガリアの面積は119,912キロ平方メートルですが、うん、これは日本列島でいうとどれに近いでしょうか。え、なんだろう、本州。嘘でしょ。本州結構でっかいけど、え、なんかじゃあ北海道。じゃあ四国よりは大きそう。あ、わかりました、うん、じゃあ答えは北海道ということで。あ、しおりちゃんの答えは、はい、北海道。北海道、はい、正解です。北海道でございます。2連続、はい、正解、正確には北海道よりちょっと大きくって、日本の全国土の約 4分の1 ぐらいなんですね。正確には北海道よりちょっと大きくって日本の全国土の約4分の1しかないそうです。あ、そうなんだ、はい、では第3問ですね、はい、ブルガリアという国の総、人口はですね、うん、約760万人で日本の約18分の1だそうですが、これを日本において各都道府県別人口だと何県に近いと思いますか。日本の18分の 1? そう、結構人数多めですよね。そうだね、北海道。おお、ここも、ここも北海道。なんか広いし人いっぱいいるイメージ。政令指定都市あるし。はい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 。ざっくりとした答え、ね、ざっくりと。では正解はですね、愛知県です。で愛知県の、そう、愛知県名古屋。そう、名古屋。そう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 。で愛知県の総人口は約753万人だそうです。へえ、これまた意外だね。意外、うん、で日本のね、あの、じゃあ第4問、はい、第4問、はいはい、では、ブルガリア語で「はい」そして「いいえ」はそれぞれ日本語の50音の一つで表せます、それは何でしょうか。ちなみにはいは濁音です。いや、私これ知ってる。お、何？ブルガリアフェア行った時にね、あ、やりました。勉強しますね。はい、答えは、はいはだ、はい、いいえがね。おお、素晴らしい。正解は、はいがだ、いいえがねです。すごい、しおりちゃん。そう、なんかね、やったんだよね。やった。だね、だねって言うとさ、日本人でだねって言っちゃうじゃん、うん、なんとかだねみたいな。そうだね、だその場にそれがまたね、そう、ブルガリア人の方がいたらね、そう、大変なことになっちゃうってやつよね。困惑しちゃうねって話したなって。はい、ではね、ありがとうございました、はい、しおりちゃん。勉強になりましたか。はい、はい、賢くなりました。はい、以上ロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングに近づいてまいりました。はい、はい、北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。お聞きいただいている皆さんに、こんな感じで、コスプレイヤーの世界についてですね、これからも、ご紹介させていただきたいと思いますので、はいはい、ではですね、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。